ごきげんよう。感動起爆剤研究所所長の宮崎文隆です。今日は2023年の7月の5日水曜日です。今日からですね、新しいシリーズを始めていきたいと思っております。それが感動起爆剤研究所の所長の宮崎文隆として新しいシリーズを始めたいと思っております。実はこの間本屋で本を探していましたら、本は見ていましたら、この本に出会ったんですね。感動だけが人を動かすという本ですね。これは2023年の3月25日に出された本です。この長松重久さんという方は、ベストセラーの本書かれておりますね。人は話し方が9割というね、売れた本書かれてます。それで、急にですね、感動といえばこの研究所を作ってですね、和田義治さん、2019年に今亡くなられたんですが、それまでは一緒にこれやっていまして、セミナーなんかも一緒にやりました。そしてしばらくまた遠ざかってたんですが、この研究所からこの本をにあたって思い出しました。そして感動といえばですね、平野秀則さん、感動プロデューサーとして、おられるわけですが、この方の感動に関する本がですね、すごく書かれております。そして中身もすごくいいんですね。それで平野さんの本は他にもいっぱいあるんですが、まだ中身が全部いいので買って全部読んだんですが、その感動だけでもですね、平野さんは感動の億万長者という本を書かれていますね。それでこれを書かれてまたですね、その後今回これがなかなかいいので、これを紹介しようかなと思ったんですが、またこれを書かれて、またその後も書かれてですね、この感動という本を書かれて、それにハッピーエンドの本とか、話し方の本とか、いろんな書かれてるんですが、中身がすごくいいんですよね。そして講演会も広島で一度聞いたことがありますし、DVD なんかも買って見たことがありますので、またそれを思い出しましてね、じゃあ感動シリーズを行ってみようというんで、この最近買った本、これとそして、平野秀則さんの最初に書かれた感動力というのがね、これがもう2004年に書かれてるんですが、でもこの一番感動力の原点になる本なので、まずこの感動力の本から、感動に関するテーマとして一緒に取り上げてみようかなと思います。そしてこうなりまして、そしてこれは感動起爆剤研究所というのは1998年ですから、もうだいぶ前に実は立ち上げたんですね。そして今ちょっと休んでおりましたが、この本にまた出会ってですね、思い出して、また平野秀則さんというのは、この感動だけだし、いろんな本を書かれていますので、それずっと読んでましたので、知っていました。ですからこれにまた蘇りまして、これがそうだ、この感動起爆剤研究所を作った時に、その感動に関することはいろいろ和田義治さんといろいろ検討しながら、いろいろやってきたことを思い出して、そうだ、この感動シリーズを行ってみようと、感じて人は動くと、この方は感動だけは人を動かすと書かれてます。それでこの本とこの本を紹介しながらですね、この本ももちろん紹介していくんですけども、これは主にですね、いろんな今坂手塾、昔は仮想坂手のトロカイと言ってましたが、その町づくりの
40数年やってますし、県北レクリエーション協会というのは、これが私も40数年、まあ、今50ちょっと過ぎたぐらいは、まあ、その県北レクリエーション協会というのは続いてるんですが、私がまあ事務局長をやったり、まあ、スタッフとしてずっとやったのが40数年はやりましたのでね、その時にやっぱりあの中で感動したという、まあ、この心を震えるというか、あ、まあ、そのみんなで仲間で感動したりですね、もちろん一人で感動したり、まあ、コンビで感動したり、いろんな感動の場面が、まあ、すごく思い出されましたね。それをまた思い出しながらですね、これは、まあ、実体験したというか自分が経験したことを中からこれは、まあ、語っていきたい。そしてこれはあの感動プロデューサーの平野秀則さんが、ね、感じられた感動という、まあ、このすごくいい視点がものすごいあるし、分かりやすくこう説明されているんですね。感動プロデューサー平野秀則さんと、まあ、これがすごい本なので思い出しまして、そしてこの本が、まあ、そういうのを思い出してくれたきっかけになった本ですので、この3つでですね、シリーズを組んで、感動起爆剤シリーズというんでね、新しくやっていこうと思っております。まあ、こんな形で、私が今度は今高齢者起爆剤講演家といって、まあ、今動画撮ってるんですが、このことに関しては感動起爆剤研究所所長宮瀬組手としてこのシリーズは語っていきたいなと思うんで、いよいよこの感動シリーズが新しく出てまいります。これは私もこう今でのやった活動を思い出しながら、いや感動したことがたくさんあったな、やっぱり感動したことが起爆剤になって力になって、何かまた新しいところにチャレンジする元になるのは感動であったり、また自分を変える時の大きな分岐点になるのが感動であったり、まあ人生を楽しく面白くするための起点になるのが感動であったり、まあこの感動の起爆剤、起爆剤をこう書くんですが、起爆剤、これは普通起きると書きますが、これは起爆剤、まあ、寝たこを起こして磨いて輝かそうという、まあ、意味もあるんですが、まあ、その感動シリーズをこの次の動画から、この感動シリーズの動画から具体的にですね、語っていきたいなと思っております。感動起爆剤研究所所長の宮崎文隆です。次、ご期待ください。ごきげんよう。